はい、皆さんこんにちは、りくちゃんの片源です。横山です。はい、ということで、約半年ぐらい空きましたかね。あ、取った戦型変更、このカットマン、はい、になるんですよね。はい、はい、初カットを皆さんに見てもらいます。はい、じゃあ行きましょうか。はい、フォアカットからフォアカットから行きましょう。お願いします。うわ、こんぐらいね。お、ひどいね。カドゲン成長期何期目か分かりませんが、はい、カットマン編が、そうね、実はあったということを皆さん覚えてますでしょうか。はい、忘れてるよ。そうですね、はい、でも結構ね、あのいろんなとこに行くとですね、カットマンがあったんだよねって。いや、俺もよ、被害者。すいません、 TikTok で「カドゲンカットマンになったらしいね」みたいな、はい、めっちゃ言われる。いや、知らないです僕、はい、カドゲンが勝手に何か言い出してやってることなんて分かんないです、はい、みたいな返答してるよ、はい、俺は。はい、そうです。そうです。はい、そうです、はい、っていうくらい、まあ正直やってないです、あんまり。練習してなくはないんですよ。まあね、ちょこちょこね、はい、やってるのはちょこちょこは見てますけど、はい、でもまあその本格的にできてたかというと、正直できておりません。申し訳ございません。はい、ということでちょっと今回からですね、またちょっとしっかりやろうということで、まあ今の再びの現状と、まあ、どう今後どうしていくか、どういう練習をしてた方がいいのかっていうのをちょっとまた教えていただきたいなと思いまして、今回の動画を撮り始めております。ということで実際あります現状、まあ、どれぐらいカットできるのかね。まあ、前回の動画ってフォアカットだけ、はい、だフォアカットもどれぐらいできるようになったのっていう、はい、半年。そうですね、はい、もう多分1級すらできてなかったのがスタートだと思うんですけど、はい、はい、やっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、それでは早速やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。現状です、まあ、現状ですね。はい、まあ続きなんか教えてないけど、はい、まあ、カットしてたまにビデオ俺ついたら、はい、まあ続きもね、はい、割とスムーズにこう終わってきてるわけです。はい、まあ、まあ全くできてなくないのが、はい、まあちょっと腹立つ。腹立つ。ちょっと腹立つ。はい、もうできないんだったらもっとできなくいってほしいし、はい、できるならもっと上手になってってほしいな。はい、そのなんかわかる、動画映えしない中途半端。そうですね、すごい中途半端な自分でございます。だからまあもうやるからにはね、もっと上手になってほしいなとは思うんですよね。はい、そう、はいはい、はい、なのでこれからどうするんですか。そうですね、でももうやっぱり練習はしたいなと思うんですよ。ちゃんとしていかないといけないと思う。絶対やらない人の言い方なんやな。したいなと思ってるっていう人って大体何かしら理由つけてやんない人じゃん。やります。もう分かってるんですよ。はい、やります。はい、どれぐらいやるんですか。週、もうここに来る限りは。またそうやってビッグマウスある言うから、はい、そう、はい、絶対有言実行できないよね。はい、うん、まあまあ、はい、この週2、3回ぐらい、そうです。 3は最低やりたいですね。おお、はい、あとはやっぱ俺もカットマンじゃないし、はい、なんか誰かカットマンの人に俺が多分分かんないような感覚、まあ、カドゲもカットマンじゃないから、はい、分かんないじゃん。はい、こういう、だからさっきのでもさ、こう打ってといいけど、はい、ちょっとずれたり、はい、ちょっと短いとか、はい、
かかったボールがどう抑えに行くのか、はい、なんかその細かいところってやっぱ俺らも分かんないから、はい、ね、誰かカットマンの人に、はい、なんか教えてもらいに、ね、行った方がいいんじゃないかなと思うの、はい、まあ、これから上手になりたくて、はい、まあ、もう公式のボールは、はい、ラージじゃない、はい、ラージでもまあいいと思うね、はい、まあ、カットマンになるっていうなら、はい、ね、本格的にちょっと一回習って、はい、で本格的に練習して、はい、実際に試合に出るところまで行こうって。そうですね、はい、過去にまあちゃんとね、まともに多分勝った動画がそんな上がってないと思う。カットマンで、はい、勝とうぜ、勝ちましょう。それをちょっと目標に、はい、ちょっと頑張って行かせますので、はい、ということでちょっとまずカットマンのね刀を、結構周りにもいらっしゃるはいらっしゃるので、ね、はい、ちょっとお話を聞いたり、まあ、教えてもらいながら、その様子もね、ちょっと動画で上げていけたらなと思いますので、今後ともご視聴の方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは本日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。